はい、こんにちは。マーチンの前原です。今日はこちらですね。うん。ベイブレードバーストのランダムブースターボリューム14です。はい、2019年2月16日、本日発売のランブー14見つかってきました。個数制限あって1人1個だったので、うん、パパとエイシン君とママ3人で行って3つゲットしてきましたね。今回もレアが出るまでの箱数によって、うん、プレゼントの個数が決まるっていう例のプレゼント企画やりましょうかね。はい、前回からスタートしましたけどね、うん、今回いきなり1個目で出たらプレゼントは1個っていうことですね、うんうん、で今回出なかったら次に持ち越し、うん、でこれ毎回言ってんだけど10個になったら10個プレゼントってどんどん増えていくパターンです ね、うん、はい、で今回のラインナップ結構いいんだよね、うん、レアがドライガーファングで、うん、あとは過去のレアベイの限定カラー、そうなんだよね、ウィニングバルキリーゴールドバージョン、スプリガンレクイエムのシークレットバージョンのやつもある、レジェンドスプリガンは邪神バージョンとか結構いいラインナップだねこれね、うん、こちら開ける前に黄金の5秒間この間にチャンネル登録、この動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあいくよ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう、はい、登録してくれたかな、もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね、うん、今もう完全に当たった時が見えたね、うちはね、うん、しかも2個出たような感じになっちゃったね、うん、じゃあ開けていきましょう、はい、そしたら中のやつを見ないようにね、下に落としてた、はい、じゃあ一緒にお願いします、レアお願いします、おっ、アキレス、絶対アキレス、グレンバージョン、あ、かっこいい、おお、はい、では2箱目いきますね、2箱目、目、あ、どうやらこれはレジェンドスプリガンの邪神バージョンですね、おかっこいい、これもいろいろかっこいい、3個目レアお願いします、ライトアルテミスが出ました、ライトアルテミス残念、じゃあ今回はレア出なかったけど、うん、ステッカー貼っていきましょう、はい、ということでステッカー貼り終わりました、こちらがジェットアーケースグレンバージョン、サーフィンターンブローダッシュですね、うん、セットしてみましょう、うん、よいしょ、あ、固め、うん、硬いねこれ、硬い、赤と青で色合いもいいしね、そうだね、グレンバージョンすごいいい感じ、うん、はい、続いてこちらがレジェンドスプリガン邪神バージョン、ファイブリーチエターナルですね、はい、じゃあセットしてみましょう、こちらも、え、今右回転モードになってね、うん、これもかっこいいよね、お、邪神いいね、めっちゃいい、はい、最後のこちらがライトアルティミス、フォープルーフオービットですね、うん、これもセットしてみましょう、よいしょ、お、これもいいね、赤でね、うん、でライトアルテミスなんで、まあ、片方だけって感じかな、そうだね、うん、で今回なんとですね、超絶改造ガイド2月版がついてきましたね、うん、あの今月は新製品が発売されないってことかもしれないね、うん、あと3月から始まる新シリーズね、うん、ガチガチシルエットが出てますね、うん、はい、じゃあいつものアングルでシュートしていきましょう、はい、じゃあ早速バトルしていきましょう、エイシン君が使うのは ZKS グレンバージョン13ターンブロダシでいきます、じゃあ私はこちらレジェンドスプリガン邪神バージョンのファイブリーチエターナルですね、はい、3、2、1、ゴー、かっこいい、かっこいいね、両方とも、おお、カウンター、すっげえ弾き飛んだけど、すげえ、今回は超絶ベイではないね、両方とも、なので超絶覚醒はありません、おー、3、2、1、ゴー、さあ、さっきはね、カウンター、おーおー、やばい、やられた、このカウンター強い、3、2、1、カウンター注意、カウンター注意、1回連続バーストしてるからな、3回連続でバーストさせて、いや、これはないでしょ、もうここまで来るとカウンターない、あー、なさそう、強烈、危ない、逆に、あー、でも返ってきた、あー、よかった、はい、続いて私はこちら、ライトアルテミスフォープルーフオビットでいきます、3、2、1、当たんないように逃げろ逃げろ、オーケー、なんとオーバーフィニッシュ、3、2、1、オーケー、あー、このカウンター要注意、耐えた、あー、やだ、おっしゃー、そしてオーバー、3、2、1、オーケー、ほらほらカウンター、危ない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 、逃げろ逃げろ、ほんとカウンターを、でも大丈夫、逆オーバーありえるから、オーバー、ほらほら、いけるいける、すごいライトアルテミス、はい、ではベイカイとジェットアップです、サーティンターンブロー出していきます、僕はレジェンドスプリガン邪神バージョン 5DH エターナルでいきます、3、2、1、おっしゃー、3、2、1、あ、ちなみに左回転しました、あー、そっかそっかそっか、
パー3、2、1。よしよしよし、あーこうなると、これだけど、ここから地域必殺のカウンターで必殺カウンターカウンター不発左だから、それはどうなる。よし、あー負けた。じゃあ僕はライトアルテミスフォープルーフオービットに変えます。はい、3、2、1。さっきパパが逆にやったときはライトアルテミスがオーバーフェンス2回したからね。おっ、危ない。ああ、燃えた。3、2、1。ああ、いい当たり、いい当たり。いい当たりだ。牽制する。よし、カウンターが来ない。カウンターでもなしだね。こうなると、3、2、1。じゃあ僕は絶対ケースに戻します。今回のベルの中でこれが一番気に入った感じのメジックはね、でパパが使うのはこちらでいきます。最後パーフェクトフェニックスゼニスボルカニックダッシュですね。出た、3、2、1。カウンターでマット。重い重い、デカさが全然違う。これはやばい。ただボルカニックダッシュスタミナがありません。やった、3、2、1。すごい、3、2、1。すごい。ということで今回の愛心君が気に入ったベイでは残念ながらパーフェクトフェニックスには足元にも及びませんでしたな。今回パパが気に入ったのはこのライトアルテミスなんで、これで最後に戦いたいなと思います。はい、レジン君は出たです、ゼロバンプエクストリームダッシュでいきます。はい、3、2、1。うわー、どりゃー、3、2、1。うわすごい飛ばされる。派手そう、重いね、やっぱちっちゃいけど重いよ。いやー、今結構飛ばされてるね。ずっとオーバーしなかった。でもダメだな。あーおお、3、2、1。こうなるんだ。はい、ということで今回はベイブレードバーストのランドブースターボリューム14でした。はい、ということでこの動画がもしよかったら、気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクをお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつもとも出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで、あのランブーもね、あのアマゾンでもう4箱追加購入してますので、それ届き次第またチャレンジしたいなと思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。